ハワード・グラップ、ハワード・グラップはアイルランドのダブリン生まれの天体望遠鏡の設計者である。天体望遠鏡メーカーのグラップ商会を設立したトーマス・グラップの8人の子供の一人である。子供の頃から工学に親しんだ。土木工学を学んだ後、1864年に父の会社に加わると、天体望遠鏡の制作者として高い評価を得た。 イギリス最大の屈折望遠鏡であるグリニッジ天文台の28インチ望遠鏡などを製作した。1883年に王立協会の1870年に王立天文学会の会員に選ばれ、1887年ナイトを除勲した。ダブリン王立協会の会員を長く務め、名誉事務局長、副会長などを務めた。 グラップ商会は1925年にチャールズ・アルジャーノン・パーソンズに買収されグラップ、パーソンズ社になるが、現在も大型望遠鏡のメーカーとしても有名である。第一次世界大戦中は照準機を製作し、優れた潜望鏡を設計した。グラップの設計した望遠鏡には、ウィーン天文台の27インチ望遠鏡、アーマー天文台の10インチ屈折望遠鏡なども、 あり、いくつかは、現在も使用されている。ありがとうございます。